旧行動鎌倉市立小成小学校は神奈川県鎌倉市小成町にある公立小学校。校内敷地は約4万平方メートル。正門のお成門に掛けられている公名の看板は高浜居子室によるもの。正門前にはかつて鎌倉時代に門中書が建っていたことを示す石碑が建っている。なお、学校の敷地ほぼ全域が鎌倉軍の軍が跡であると推定されており、 敷地内ではたびたび考古学調査が行われている。1931年8月10日に鎌倉御用邸が廃止され、その敷地が鎌倉郡鎌倉町へ払い下げられた。この御用邸跡地に鎌倉町は小学校を建てることを決めた。この小学校は1933年12月に落成し、鎌倉郡立同成神城高等小学校と名付けられ開校した。 校門は、当時のままに歌舞伎門を利用し、公名、校章は、かつて高知にご用邸が存在した古事にちなんで、制定された。1947年4月に、鎌倉市立尾成小学校へ改称し今に至る。開校当時の校舎は木製だったが、昭和50年代に入り、第二次、ベビーブーム世代が入学するようになると創生徒数が1000人を、越し、 1>, 1クラスに40人以上を収容するという過密状態となっていたため将来の生徒数の増加に現行者は対応できないとの理由と当時の箱物推進の風潮もあり鉄筋コンクリート製校舎への建て替えが検討されたしかし提案された建て替え計画案には不備が多く周辺環境に悪影響を与える税金の無駄遣いと地域住民や指揮者から 反対運動が起こり、市役所、教育委員会と反対派の間で話し合いが行われることとなった。そんな中、1983年に3号校舎が火災で消失。火の気のない床下からの出火。被疑者は不明のまま、子供の日遊びが原因とされているが、火災発生当日は、同じ子供の日という文化祭が行われており、第三者の出入りも、 比較的容易な日だった。平成に入り2号校舎の東側半分を解体。すでに少子化の傾向が出始めていたが開校当初と比べて約半分の教室数となっていたため、当初の将来の生徒数の増加に現校舎は対応できないという建て替え理由を維持する形となる。十数年にわたる話し合いの末、最終的には材質こそ鉄筋コンクリート製では、 あるが一部旧校舎の部材を使用し、周辺の環境と調和する木造風デザインの2階建て校舎が建てられた。なおこの建て替えに伴って基礎工事を行った際に今、工事に史跡が発見された。2017年6月、旧校道が国の登録有形文化財となった。この学校を卒業したほとんどの児童は、鎌倉市立同じ中学校に入学する。 ありがとうございます。